Hello, this is Hiroshiyashi, Hamama City, Japan. 15 messages from Leonardo da Vinci version in a rock cave. It's my great pleasure that I can show you 15 messages in this video clip from Leonardo da Vinci, the greatest artist of the world as well as in the history. Da Vinci Karano message Ma Sono Message まず第一のメッセージです。これがルーブル版の岩窟の聖母です。で、この、まあ、絵でですね、最初に気になるのがこのマリアの右手です。といいますか、右指ですね。このマリアの右指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。えー、大変重要なところですから、注意深くご覧ください。 縦線がですね、これがあの皮膚の境目です。その下にマリアの指が、まあ、滑り込んでますね。そしてその上にイエスの皮膚がかかっています。これはまあ衣服なのか、皮膚なのかということになるんですけども、まあ、どう見ても皮膚ですね。なぜダヴィンチはこんな絵を描いたかということですね。で、奇妙な皮膚について考えてみます。左がイエスです。 で、このイエスの体を見てみます。で、全体にですね、まあ、胸から下、薄い膜で覆われているのがわかります。この腹の上の部分ですね、この腹の上の部分で皮膚が白くめくり上がっているのがわかります。そして、左足のところでもめくり上がっています。で、これはよく見ますと、やはり皮膚がめくり上がっているってことになりますね。足の方もこう、皮膚がめくり上がっているのがわかります。まあ、わかりやすければ脱皮しているわけですね。 で、まあ、脱皮ということで、爬虫類の脱皮と、まあ、同じように考えていいかどうかわかりませんけども、爬虫類は脱皮します。そして、めくれた皮膚は、まあ、今のイエスの皮膚のように白くなっています。まあ、奇妙な位置と言いますか。逆に言いますと、ダヴィンチはイエスをこのような形で表現したということになるわけです。もう一度見てください。上が爬虫類、下がイエスの皮膚ですね。足の皮膚です。このように、まあ、 皮膚がめくれていいるととうことですさらに、8、まあ類,ね、類の脱皮とイエスの体の皮膚と比較しています。大変よく似ていると言いますか、めくれたと,と,ところで,です、ね、白くなっているのがわかります。なあち、ダヴィンチは明らかにイエスの体をです、ね、レプタリアンとして表現しているということになります。次に、まあ、この3本指の、まあ ガブリエルの足です。ここにルブル版の方ではですね、足が描かれています。で、この足をですね、当初私は4本、あるいは5本と見たわけですけども、向かって一番右の白い指はですね、これは指ではなくて周りの、まあ、落ち葉といいますか、石と同じ色であること。 あることがわかりますなあち一番右のまあ白いのはですね他のまあ指三本の指とは色も形も違うということですねとなるとこの白いのはどうも指ではないということになりますなあち騙し絵あるいは隠し絵ということになりますまあダビンチはですねこういう形で三本指のガブリエルを描いたというふうに考えられるわけですね この白いのを指と入れるか、さらにもう少しなんとなく、左、向かって右の方に指があるような感じがします。3本指というのはリリトということになるわけです。魔女の中の魔女ということになりますね。で、ダヴィンチがですよ。あくまでもダヴィンチが表現したガブリエルは3本指の、まあ、女性といいますか。まあ、本当は男性なんですけどもね、男性だということになるわけです。まあ、次のメッセージを、まあ、見てみます。今度はマドンナです。この マドンナがですね、イエスの、まあ、指の皮膚の下に自分の指を入れています。もう一度確認してください。で、こうしてマドンナの人差し指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。と同時に、この指がですね、どうもおかしいんですね。親指の長さと人差し指の長さを比較してみてください。ように長いと言いますか、普通でない長さであることがわかります。で、同じようなようですね、ダヴィンチは、まあ、 もう一枚書いてますね。アンドレア・デルあー、今出てきますが、ベロッキョの、まあ、これはあのダヴィンチが、まあ、最後に完成させたと言われています。右にいるのがヨハンネですけども、ヨハネのこの、まあ、左手もですね、異様に、まあ、いうか指が非常に長いんですね。で、まあ、細いと言いますか、痩せてるからこのように見えるかなと思うんですけども、やはりこう、なっていますか、指の長さを比較してみますと、まあ、皆さんご覧になっている通りに、 まあ日本人の手とは違うのかなと思っては見るんですけどね。右の方はこれ女性の手ですね。まあ日本、アジア人の女性の手ですけども、まあそれ、直接比較することはできませんけども、やはり私たちが持っているまあ通常の感覚ではちょっと理解できないほど、ヨハネの指は長い。同時にマドンナの指も長いということになります。その長い人差し指が皮膚の下に潜り込んでいるということになりますね。 で、なぜこういした、まあ、絵をですね、ダヴィンチが描いたかということなんですね。意外と、ダヴィンチは、まあ、ここに描かれている人が人間でないということを表現したかったのではないかと思います。まあ、次のメッセージに移ります。今度はマドンナですけども、このマドンナも実に、まあ、謎をめいているわけです。で、これ全体を見ますとですね、この、まあ、ここに中心にマドンナがいるわけですけども、この後ろの岩とですね、 マドンナの体が同じ色、同じコンセプトで描かれているということなんですね。で、色温度をいろいろ書いてみたんですけども、まあ、どのように描いても同じ色として同じように表現されているということなんです。で、このまあ色温度ということは、まあ同じようなまあ絵の具を使ったということですね。わかりやすく言えば、そしてつないでみますと、このマドンナの体が大蛇になっているということ風にも理解できるということなんです。 でまあ、あの胸に抱かれているのは蛇の、まあ、なてますか、ヘヘビを模したものであるというふうにも考えられますよ。私はそのように考えています。いろいろと色温度と言いますかね、あの色を変えてみましたが、着色はしていませんよ。全体の色温度を変えてみましたが、やっぱり後ろの岩とマドンナの体が、まあ、同調しているということになります。となると、このマドンナは、隠し絵手法で、まあ、下半身がですね、上半身は人間では、 ですけども、下半身は大蛇として描かれているということになります。まあ、岩,岩が、ね、連続性を持ってマドンナの体とつながっているということですね。そして色も同じだということなんです。で、これはじゃあ誰かということなんですけども、まあ、上半身が人間で下半身が大蛇ということになりますと、ギリシャ神話でいうラミアになるわけですね。いわゆるリリと、あるいはマリですね。 えー、ヘブライ語でマリ、ラテン名でマリアとなるわけです。まあこれラミアについての説明ですけども、まあこの英語版のウィキビデアの方では、はっきりとラミアイコールマリと書いていますね。そしてそのマリというのはラテン名でマリアと。まあそういうふうになっています。そのマリアが、まあ、あのヘリオ、ギリシャ神話でうヘリオスと組んで、まあ、まあ、キリスト教を立ち上げる。 というのを私は判断しています。で、このマリは魔女町のマリでですね、洞窟に住んでいるということなんですね。で、アンポトの洞窟に住んでいると。まあ、アンポトの洞窟については、少し前、あの検査しまあ、てかビデオを作りましたので、興味のある方はそちらを見てください。要するに、上半身が人間で、下半身がダイである。ラミア、すなわちマリ、すなわちマリアということになるわけですね。それは、まあ、ダヴィンチの解釈ですよ。これがアンポトの山です。スペインの北部にあります。 で、このもう一度見ていただきたいんですけども、この、まあ、マリ、あのそばにですね、まあまあ、マドンナのそばに、まあ、これは占領を受けるイエスですけども、まあ、この絵とですね、この蛇の、私先ほど蛇って言いましたけども、まあ、そ,そちらの味もこうちょっと奇妙な絵が描かれてるんですけども、これは蛇を模したものであると。同時に右の 洞窟の聖母、炭窟の聖母の膝ざと、うん、か、ひ、ま、ざ、あのところにいるのは蛇というふうに考えられるということですね、これも隠し絵の一つです。 ま次のメッセージに移ります。水の中の世界。ここの線のところでですね、絵がですね、微妙に色が違うということに皆さんちょっと注意してください。これは着色してません。オリジナルの絵です。この線のところ上の方がはっきりしてまして、この線から下がなんとなくこうなっていますが、ぼんやりと言いますか、色風合いが、風合いが違うことに注意してください。私はこの線から下が水の中を表したものでないかと思います。今このブルーの方は私が着色してみました。分かりやすくするために。 で、これが元の原画です。で、まあ、この、この線から下がですね、まあ、海の、水の中であると。そして、その右のガブリエルも、この後ろの岩とシンクロナイズと言いますが、同調しています。線がずっと繋がっているということですね。で、今、まあ、水の色を消していますが、そしてその後ろの岩の色を皆さんまた比べてみてください。まあ、同じように体、下半身がですね、まあ、大蛇ということになるわけです。 で今度はガブリエルの謎です。まあ右にいるのはガブリエルということになっていますけれども。 えー、このガブリエル、まあ、男性ですね。私、それを証明しましたが、この人は女性に見えるかもしれませんけども、男性です。美しさに騙されてはいけません。このガブリエルの姿勢では自分の体を支えることはできません。左手で、まあ、軽く支えているように見えますけども、ヨハネの体の背,背中にですね、軽く触っている程度ですね。これでは人間は体を支えることはできません。すなわち、下半身がこのような形でないと、まあ、重心がね、取れないといいますか、に前にパタンと倒れてしまうということですね。 で、先ほど、あの、その、体が後ろへぐにゃーっと曲がって、それを、まあダ、ダヴィンチは、岩と、まあ、岩として表現したということになります。で、今度は、ロンドン版の方で見てみたいと思います。岩屈の、呃、聖母、ロンドン版です。この、こちらの方が後に書かれたと言われています。で、先ほどのイエスを、まあ、比較しています。右がロンドン版で、左がルーブル版です。 ルーブル版の方では明らかに皮膚がめくれているように表現されていますけれども、ロンドン版の方では衣服のように表現されています。薄い衣服ですね。この薄い衣服で、まあ、剥がれた皮膚を表現するというのは、ラファエルもあちこちで使っている手法です。 まあこのようにまあダヴィンチは訂正したというふうに考えられるわけですね。で、ガブリ,あガブリエルはレプタリアンです。まあ、爬虫類型の人間、混合種ですね。あくまでもダヴィンチの解釈によればということですよ。で、これはガブリエルですけども、この人は男性ですね。まあ、そのことは今日はあの私の少し前のビデオをまたご覧になってください。で、これはミケランジョロが書いた失礼な天井画の天井画です。この中に同じ顔の人が出てきます。 で、ダヴィン、じゃミケランジョロはですね、まあ、女とも男ともわからないよう、っていいますか、みんな正反対の顔、ってか、中学の絵を描いてますね。ほとんど恋いありません。で、こうして比べてみますと、まあ、この、 ミケランジェの描いた右の、まあ、絵はですね、顔はですね、左のガブリエルを模したものだということがわかります。まあ、目の開き具合が違いますから、違って見えますけども、右の人はこれ男性なんですね。この前後に何枚か同じ絵が描いてありますけども、みんな男です。ついているものはついています。そしてこの、まあ、この人の背中を見ますと、見てくださるとわかりますように、ヒレがついています。レプタリアン特有の、まあ、ヒレですね。レプタリアン型人間の特有のヒレがついています。 いわゆる、まあ、爬虫類のひれがついているということなんですね。ということで、まあ、ミケランジェロは、この人がですね、左の人がガブリエルが男性であり、レプタリアンであることを表現しています。また、あの、ミケランジェロの絵だね、絵の方では、まあ、こういうふうに皮膚が二重になっていることン分かります。ぼんやりとしているのは皮膚が二重になっているというとことですね。私は当初、これ、絵の具の、まあ、塗りムラかなと思ったんですけどもね、そうではなくて、明らかにミケランジェロ、左の上を見ていただくと分かりますように、線で描いています。なあち、皮膚だということですね。まあ、 先ほど言いましたようにラファエルも同じ手法で、まあ、レプタリアンの、まあまあ、マリア、そしてイエスを表現していますで。こうして比べてみると、やはりこうなっていますかあの、右の人はレプタリアンということになるわけですね。これはミケランジュの描いた絵です。そしてもう一つ、えー、先ほどのルーブル版の、まあ、イエスと比べていただくと分かりますように、 正確に言って言いますかね、あのー、腰から下って言いますか、胸から下はイエスの体は二重線になっています。で、そのめくれてる、めくれた後のうう、お腹から上はあの線が、輪郭がくっきりとしています。まあ、このようにまあ正確に表現しているということですね。となると、やっぱりこれは皮膚がめくれているということになるわけです、まあ。はっきり言えば脱皮しているということになるわけですね。で次のメッセージを見てみます。 今度はイエスの右手に注意してください。私、これですね、あの、精細な、まあ、写真が手に入らなかった時にはですね、関節が3本あるというふうに言いましたけども、今回、まあ、精査してみてですね、それは間違っていました。それをここで訂正しながら、と同時にですね、この指を、まあ、イエスの手を見ていただきたいんですけども、極めて精緻に書いてあるということなんですね。それで実際の子どもの手と比べてみますと、あの、なんて言いますか。 ここのの関節のところの日本線右は写真ですよ、左はダヴィンチの解体ですけども、まあ、極めて正確に表現してあるということですね。まさにこれは驚くべきことイコール、まあ、これは写真技術を使って描いたということが、まあ、こういうところからも証明できるわけです。まあ、合成写真ですね、はっきり言えばでは。では次のメッセージを見てみます。これは奇妙な体ということで、 というメッセージですね。このマドンナの体ですね。で、このところにですね、奇妙なものが書かれているんですね。で、大きくして、色を、まあ、明るくしてみますと、こうした形が浮かんできます。輪のような、なんて言いますかね、リングのようなものがあって、下に髪の毛のようなものがぶら下がっています。私、これヘアピースかなと思ったんですけども、影とも取れるわけですね。やはり覚醒手法だと思います。まあ、これは何かということなんですね。が、ここの部分だけ見てるとわかりませんが、もう少しこう、 視点を下げて見て見みますとこれがががであるかが、まあ、おぼろげながらなってまは、今言いました、ロンドン版ですで。これはですね、もう一度見てみますと、このマドンナの下半身がね、どうもおかしいんですね。というのはその、まあ、足が2本あるはずなんですけども、全体に1本のようになっています。真ん中に薄く線がありますから、まあ、足が2本あるかなと思うんですけど、それは後ろのほうへ、左後ろの方にへぐにゃーっと曲がってる感じがしますね。 そしてその曲がったところに先ほど言いました奇妙な形のものはあのちょうどイエスの手の上あたりに映り込んでいるわけです。これは人よりも何かしらの鱗ね、の,鱗のような感じがしないでもありません。でもう一度ロンドン版を見てみますが、右がルーブル版です。ルーブル版の方はこれは明らかに下半身が大事であることを表現しています。それロンドン版の方。 左の方は、それがやや分かりにくくなってますけども、やはりそう同じように考えれば、この左のロンドン版の方もラミアということになるのではないでしょうか。次のメッセージを見てみます。で、今度は水の中にいる、まあ、ドラゴンですよね。ここに、まあ、これはロンドン版の方ですけども、岩が描き込んでありますけども、これを明るくしますと、あのー ドラゴンのように見えるんですね。こうした隠し絵っていうのは、まあ、ダビッチが得意だったと言いますか、あのー、この後にそのビデオをつなげておきますから、また見てください。隠し絵だらけの絵を皆さんに紹介します。まあ、これドラゴンじゃないのかな。まあ、これちょっとは隠し持てませんが、まあ、そういうふうに考えられるということですね。で、今度は二人のマリアの話ですで中。中央にいるのがマドンナということになります。聖母マリアですね。そして左のがイエスということになるわけですけども、このマドンナ。まあ、イエスが 幼子ですから、まあ、イエスがまだ子供の頃のマドンナということになります。そして皆さんご存知のですね、えー、最後の晩餐に出てくる女性がいますね。これはもうマグダラのマリアということでもう定説化しています。イエスの向かって左側にいるのがマグダラのマリアです。でこの二人をですね、比べてみますと、全く同じであることがわかります。で右がマドンナ、左がマ,マグダラのマリアということになるんですけども、 まあ、このイエスのこの年齢になります。これはもしマリアだとするならば、マリアは50歳を超えているはずですからね。こんな若々しくはな,ではないはずです。そして比較してみますと、ここのまあブローチと言いますかね。それから目のか感じ。それから目,目ですね。特,特に。それからか体の傾きも揃えてみますと、全く同じですね。首の傾き方ですね。そしてこの赤いライン。そしてあの縮れ毛ですね。縮れ毛。 そして同じコンセプト。あと左の方は手,が手で覆っていますが、この2人は同じだと。そして両方ともマリンブルーの服を着ています。左はマグダラのマリア、右はマドンナということになります。なあち、こういう形でダ,ダヴィンチはですね、マグダラのマリアイコールマドンナであることを私たちにメッセージとして残しました。そしてもう一度悪魔の足っていうものをちょっと取り上げてみたいと思います。先ほどここに言いましたように、ガブリエルの右足がここに描かれています。 まあちょっと見にくいんですけども、まあ、あの明るくしてみますと、その足が浮かび上がってきます。まあ、これも一つの確証ですね。そして一番最初、前に言いましたように、一番向かって右の白いのが、これは指なのか足、足ではないのかですけど、色がちょっと違いますね。それを考案しますと、やはり三本指だということになるわけです。 三本指のガブリエルってことになるわけですね。このガブリエルは男であることを、まあ、少し前のビデオで証明いたしました。女性ではないんですよ、皆さん。そしてこの三本指と言いますと、リリーとの、まあ、指と一致するわけです。まさに魔女中の魔女ということになるわけですね。で、これは、あの、はい、まあそういうことです。そして、この三本指の、まあ、リリーと、すなわち、まあ、先ほど紹介しましたように、 マリですね。そしてヘブライ語でマリー。それからラテ,ンラテン名がマリアとなって受胎告知の中にも描かれています。受胎告知の中のマリ。 右のマリアと左のガブリエルはですね、二人、一たす一は一で一人のリリと表現していると私は反対しました。ここにですね、フクロウの、まあフクロウというのはまあ魔女の代名詞ですけども、フクロウの足、お着物の足のところにですね、マリアの足がちょろんと出ているのがわかります。こういう形でダヴィンチはマリアが魔女であることを示しました。三本指の足ですね。 まあこれも隠し絵手法でダ、ダヴィンチはマリアが、マドンナが主体告知の時のねマドンナが魔女であることを示しました。と同時にですね、このマリアが座っている椅子というか、どうもおかしいんですね、3本あるかのように見えます。もちろん後ろの方は椅子ということになるわけですけどもね。で、同じような絵をですね、ミケランジュロが描いています。これはもう一回戻りますけども、失礼な礼拝堂の天井画です。で、ここにですね、同じような女性が描かれていますま。中部からご覧くださいね。 で、ここにも、まあ、3本足の女性が描く。女性じゃないんですけど、これ男性ですよ。まあ、本当にね、もう男と女がね、混乱しますが、この人がそうなんですね。で、この人はですね、まあ、3通りの考え方ができるんですね。右2本とで1組、あるいは左2本で1組、あるいは右と左の足首で1組。まあ、こっで2組の方、あの、 コンビネーションを紹介しますけれども、この左、一番かって左の足がですね、骨がむき出しになって、中の骨髄液が外に出ています。骨髄の様子も正確にミケランジョロは表現しています。茶色ですね。そして、まあまあ、残酷な絵ですよ、これね。こういう形で、まあ、3本足をの、まあ、人を描いたわけです。まあ、こ,れこれら両方がです、ね、同じ人だということは、衣服の,あの色を見ていただくと分かります。 で、こうして、まあ、ミケランジョロはダヴィンチの絵を茶化したいということになるわけですね。これは森本さんが発見してくださって、私に教えてくださったんですけども、後ろに一人の男がいますね。この人は一見すると若い男に見えますけども、これも騙し絵なんですね。見方を変えますと、もう一人の、まあ、悪魔のような人が後ろに描かれています。まあ、こうした隠し絵はシスティーナの天井画のあちこちに描かれています。それについてのビデオを作りましたから、またご覧になってください。で、この赤い、右のですね、赤い服を着た人。 これは男性なのか女性なのかということなんですけども、まあ、その前にちょっと衣服を比べてみていただきたいんですけども、襟のところですね、同じような色です。まあ、色が合わせているということも考えられるわけですけども、衣服の色は同じですね。そしてベルトがあって、その下のです、ね、スカート、まあま、マドンナの色の、あのいわゆる、まあ、ベ,ルトですベルトと、ですねそして右の人の腕の色が一緒ですね。で右の人は一見女性に見えますけども、たくましい腕。 を見ますと、これはどうも女性ではないということになる胸も小さいですね。まあ、これを二人は同じ人物であるというふうに私は考えています。なあち、ミケランジェルはこのようにして、マドンナは男であるということを茶化したわけです。 一見この女性の顔に見えますが、この顔に騙されてはいけませんよ、皆さん。例えばこの人は一見すると女性に見えますが、ついているものがちゃんとついているんですね。これがミケランジョロの絵の特徴なんですね。特にシステーナの礼拝堂における絵はですね、このように男と女が全部逆転しています。女の人かなと思うんですけども、体には、体は男性です。やはりついているものがついています。 で次の人もそうなんですね。この,この前後に書いてある絵なんですよ。この人も女性かな、優しい顔かなと思うんですけども、やはりついているのがついている。なわち、右の人はこれは男性であると判断します。次の、まあ、結論ということになりますけども、まあ、結論は冒頭に挙げました、まあ、絵が、まあ、最初で、まあ、全てを物語っていますね。上が爬虫類です。下がそれを模したイエスの体です。体の皮がめくれているのがわかります。 まあこのように形でですね、あくまでもダヴィンチがですよ。私じゃありませんよ。ダヴィン,ンチはイエスはレプタリアンであることを、まあ、こういう形で表現したわけです。で、これもそうですね、上の方が爬虫類で,で脱皮しているところです。下がイエスの体の皮膚の様子です。まあ、このように考えていますと、イエスがどのような、イエスじゃなくてダヴィンチがですね、イエスに対してどのような考え方を持っていたかが理解できます。ということで、今日は ダヴンチからの15のメッセージについて話しました。どうも最後までご覧くださいましてありがとうございました。Thank you very much and bye for now.